河村霊吉は日本の俳優。本名は河村石五郎。小畜で活躍した脇役俳優の一人であり、300本近い作品に出演した。島津康次郎監督作品に常連出演し、江戸公役や三枚目役で知られた。戦後に社長シリーズの前身である三刀重役に社長役で出演したことでも有名。 1897年9月1日、東京府東京市深川区に生まれる。神田の近所商業学校床を卒業後、13歳で中洲野正子座で初舞台を踏む。新パ劇の無名劇団に参加して、地方巡業で各地を転々とし、自ら小劇団を組織したこともあった。本所久志座出演を最後に、舞台生活を切り上げ、1921年5月に、 小竹蒲田撮影所に入社する。初出演作は6月公開の過去残務監督、酒中日記で、当初はしだし程度だったが、特徴的な風貌と舞台で培われた演技力で、たちまち頭角を表していく。1923年1月、劉作子、梅村洋子、奈良麻陽と共に、巡幹部に昇格。同年9月1日に、関東大震災が発生。 その影響で、鎌田撮影所は、使用不可能となり、大半の署員とともに、下鴨撮影所に移る。牛原宇津彦監督の、第一は起こる、南の漁村、池田義信監督の、クレルルミネなどに準主役として出演し、翌1924年1月に幹部に昇格した。同年に、鎌田撮影所に復帰し、島津安次郎監督の、 ぐシャなればこそ等に出演したが、同年7月に撮影所長県監督の野村、カオルテが、下鴨撮影所に移動、下鴨撮影所での時代劇制作強化のため大久保、田田本、清水博龍作子、滋賀康を、小川国松らと共に、下鴨へ移り、下鴨海祖第一作の、原禄城をはじめ、野村監督、海賊独路線、復活では、柳と主演。 多数に出演したが、1925年6月末に、下鴨撮影所は閉鎖、鎌田に引き上げる。清水監督の、義人の葉、小津安二郎の初女作、残悔の葉などの時代劇に出演する一方、現代劇でも準主役クラスで出演。1928年頃からは、現代劇専門となる。この頃から2枚目半から3枚目がかった役を演じるようになり、 次第に、芸達者ぶりを認められる。島津監督には、以後も徴用され続け、上陸第一歩、春金賞おことと佐助などで押しも押されもせぬ、バイプレイヤーとしての地位を固め、陶器時代からは、江戸弁のセリフ回しで人気を得た。島津作品のほか、成瀬み夫、清水、渋谷美、五所平之助、吉村幸三郎らの作品でも、芸達者ぶりを発揮し、父親役、 江戸、子役で制裁を放った。1939年1月、吉川美智子、川崎博子と共に大幹部待群に昇格した。戦後はフリーとなり、小津監督の長屋新四六では、下町庶民、千葉康樹監督の生きている画像では、江戸っ子の親父を演じ、1949年公開の黒沢明監督のライヌでは、すりがかりの老刑事を演じた。 1952年、東方ドル箱シリーズとなる、社長シリーズの母体である、三刀重役に、社長役で主演。この演技で毎日映画コンクール演技特別賞を受賞した。この年だけでも10本以上の作品に出演したが、胃がんのため倒れ、同年12月22日に、築地の眼検附属病院で死去。55歳没。彼の最後の当たり芸となった。 三島重役は、その後、1956年の、へそくり社長から始まる社長シリーズとして、東方の看板シリーズに発展、人事課長役で共演した森重久也が、社長役に出世したが、毎回、社長室には、前社長の河村の家が掲げられている。娘は、友野純三郎のヒット映画、アジャパー天国でデビューした女優の泉優子。太地の題名は、 キネマ旬報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。